こんばんは、Jブラストチャンネルのあるちゃんです。自宅につけたパナソニックの浄水器が使用して1年経過しました。 DIY リフォーム中の中古一軒家の方に取り付けながら使ってみた感想を言いたいと思います。ちなみにこの中古一軒家の方のキッチンはシステムキッチンを入れる予定をしているんですけど、もう少し先になりそうなので、ひとまず浄水器だけでもと思いつけることにしました。1年使った感想ですが、まずは安定して美味しいということです。1年間使えるとはいえ、さすがに半年ぐらいなんじゃないのって思ってたんですけど、本当に1年間変わらず美味しかったです。4000リットルの浄水能力があるので、1日あたり10リットルの浄水を生成することができます。私は1日5リットルも使ってなかったと思うんですけど、でも1年超えると能力が低下するということで交換していきます。そして交換の手間が省けてグッと。今まで使っていた浄水器は3ヶ月交換のものが多かったので、気がついた頃にはもう交換しないといけないっていう感じで少し手間を感じてました。特に私は面倒くさがりなので、カートリッジ交換をしなくていいというのは本当にすごく助かりました。今度からもこれずっと使い続けたいなって思ってます。そしてコスパがめちゃくちゃいいということです。本体価格が約5800円なんですけど、365日使ったら1日あたり15円の計算。1日10リットルまで生成できるとして考えると、2リットルペットボトル1本3円の計算になります。以前使っていた3ヶ月タイプのものだと本体価格が3500円、90日使うと1日あたり38円。こちらも同じく10リットル生成できるとして考えると、2リットルペットボトル1本 7.6 円の計算になります。味については他のメーカーとの違いはちょっとわからなかったです。どちらの方が美味しいとか飲みやすいとか私の舌ではわからなかったです。どっちも全然美味しいので、本当にこれは問題なく使えるって言っていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで購入の際の参考になればと思います。それでは